三代目市川八百蔵の八つ初、平良成六年三月、江戸戸座上演の初明け母の間想がより、初代、歌川豊国が、二代目、女高屋高助とは、法歴から文化の末頃にかけての歌舞伎役者。野号は、木の国屋、立花屋。背名は、中社、社漠、亀音、道船、甲賀、二代目、沢村宗十郎の長男で、 三代目、沢村宗十郎の兄にあたる。法暦十年春に、沢村金平と名乗り、江戸中村座で初舞台を踏む。名は四年十一月、沢村白五郎と改名。名は六年十一月二代目、瀬川菊之丞の門下となり、瀬川雄二郎と名を改めてお山となる。しかし二代目菊之丞が死去すると、瀬川家を去り立ち役に転じ。 安永六年十一月、沢村白五郎の名に服した。安永八年十一月、五代目市川團十郎門下となって三代目市川八百、蔵を襲名。文化元年十一月、祖父の名である女高屋高助を襲名する。文化三年五月に女高屋白五郎と改名するが、文化五年に再び女高屋高助と名乗った。 文化14年6月に江戸切座に出演してから後は、旅回りをするようになり、文政元年12月、欧州福島での興行に出演中死去した。去年72。当たり役は、金本中臣蔵の官兵、江宮法願、平衛門、菅原伝授手,手習い館の桜丸、富岡恋、山海の玉や新兵など。風格が良く、地芸と諸佐寺の双方に秀。 時代物と世話物の双方を得意とする、文字通り和ごとと実事を折衷したかずみに代表されるような芸妓用な役者だった。子に二代目、瀬川雄二郎がいる。ありがとうございます。